いも少しずつ上がってきたというこのエルネスト・メヒアです。あの春先のフリーバッティングに比べたらね、はい、今日のフリーバッティングはすごく見てて楽しくなりますよね、すごいほとんどスタンドに入るぐらいのパワーで飛ばしていってましたからね。キャンプインからもちろんいましたが、ずっとこう状態としては出遅れていて、まあ、大体ずっとシノジは1ヶ月遅れたという言い方をしていました、はい。まあ、確かにその1ヶ月遅れの言葉通り5月ぐらいが調子は、ね、上がってきて少しずつね、はい。まあ、去年を考えてやっぱりもっと少しずつですけどね、はい。ホームランはただもうすでに10本です。まあ、ここから量産といきたいメヒア。パターレフトの左へ、さあ一塁蹴って二塁蹴ったら中村、あっとボールデニング処理誤ってます。中村竹山もホームへ帰ってきます。タイムリーツーベース、1点を返しました埼玉西武ライオンズ、7対1としています。メヒアのタイムリー、まあ、最後デニングがクッションボール処理を誤ってました。そうですね、やっぱりビジターの球場であまりやらない球場ですからね、はい、慣れてないですよね。誤っていなければ中村はどうですか、帰ってストップですね、ストップ来れなかった、はいはい、かなり高めのところにずっと当たった関係上より跳ね返りました。一気にコーチは手を回して中村をホームへ、7対1としてバッターボックスは森友哉になります。ようやく山中から1点を取りました埼玉西武ライオンズ。